彼氏も留守中、部屋の変付けを頼まれた。そしたら彼氏が亡くなったおじいちゃんからもらったという形見の食器をうっかり割ってしまった。なんてことをしてしまったんだろうと泣きながら帰ってきた彼氏に謝ったが、怪我はしなかったかとまず聞いてくれて、切った手を手当ててしてくれた。そんなに謝るな。仇あるものはいつか壊れるもんだ。お前の怪我の方が問題だ。心配しなくても、じいちゃんとの思いしつは、たくさんあって、皿なんてなくたっていいんだ。と言ってくれた。申し訳ないのとありがたいので、涙が止まらなかった。